の CD 明日発売だったんだ。また明日寄ろっかな。あら、牛込さん。あ、雪乃先輩、こんにちは。こんにちは。こんなところで会うなんて偶然ね。あ、はい、そうですね。どうしよう、こういう時何話せばいいのかな。何も話題が出てこないよ。ライブも一緒にやったし、何かお話ししたいけど、こういう時こそ前にアリサちゃんと一緒にやった会話レッスンのことを思い出して会話しないとだよね。確かあの時リサさんは気を使われない程度に砕けつつ気を使うって言ってたと思う。あと自分の興味がどこにあるか伝えるとも言ってたっけ。そうしたら、私は普段ロックとか聞くんですけど、ユキナ先輩はどんな曲を聞くんですか？そうね、私もロックはよく聞くわ。そうなんですね。終わっちゃった。どうしよう、次の話題は。ごめんごめん、ユキナ、レジが混んじゃってて遅くなっちゃった。別に構わないな。ってあれ、リミちゃんどうしたの？何か買いに来たの？あ、ハリサさん、今日はお買い物の帰りなんです。何か気になる CD とかないかなって。そうなんだ、何か良さそうなのあった？はい、けどまだ売ってないみたいなんで今度また来てみる予定です。お、じゃあ次に期待だね。私たちは2人とも欲しい CD あったから一緒に買いに来たんだね、ユキナ。ええ、私の探していた CD は見つからなかったけれど。そうなんですか。ユキナ先輩は何の CD を探してたんですか？私はこのバンドのデビューアルバムを探していたのよ。何軒か回ってみたけれどなかなか見つからなくて。あ、そのアルバムなら私持ってます。もしよかったら私のお貸ししましょうか？おお、それいいじゃん。リミがそう言ってくれてるんだから借りちゃいなよ。あのユキナ先輩はあのバンドのどこが好きですか？私は意外性のあるコード進行がすごく面白く感じてて、聞いていると次の展開が読めなくってドキドキしちゃうっていうか。牛込さん、あ、すみません、つい熱くなっちゃいました。私としてはあのバンドのコード進行には緻密な計算があると思うのだけれど、どうかしら？私もそれ感じてました。ユキナ先輩もですか？よかったら牛込さんの感じたこと聞かせてくれるかしら？もうめちゃめちゃ盛り上がってるところ悪いんだけど、ここだとちょっとあれだから場所変えない？私は大丈夫ですけど。そうね、私も構わないわ。っていうかリミ、めちゃめちゃユキナと打ち解けてない？あ、そういえばそうですね。なんかちょっとずつだけど分かってきたかも。それじゃ3人でもっともっと親睦を深めっか。レッツゴー。